宇都宮景色場とは、下屋国宇都宮社家で、鎌倉幕府の御家人でもあった、下野宇都宮氏の第七代当主、宇都宮家月綱が1283年に定めた、家法で、制定年号から、宇都宮や公安式場や他案に、公安式場などとも呼ばれる。宇都宮景色場は、比較的よく整った最古の武家家法で全70、家条からなる。 鎌倉幕府が1232年に定めた最古の武家法である御成敗式目の下部の成分法と考えられている。同時代の同類の法規として、相模国の御家人であった大友氏が1242年に定めた新御成敗状や、筑前国胸方大社社家の胸方市政が1313 13年に定めた胸方仕事書きなどがある。宇都宮景色場の冒頭には、 式場私に定め置く上場公安6年期事とあり、第1条から第70条まで、訴訟や採決、シャム、一族労働に関する規定などを書き記している。下付宇都宮氏は代々宇都宮二良山の上社のシャム職であったことから、当神社のシャムに係る条文が数多く見られるのが特徴であり、その占める割合は全体の1、3以上である。 本文書の歴史的評価は、ことの心断や策定時期の疑念に至るまで諸説あり、評価を決定づける明確な根拠もないため、資料としての位置づけは定まっていない。謝辞規定24課条、採決規定2課条、訴訟規定10課条、幕府関係3課条、一族労働関係31課条の計70課条により構成される。主な内容は以下の通り、 兄弟、式場私に定め置く上場公安6年期羊。ありがとうございます。